アメリア皇后の紋章、アメリー・オーギュスト・ウジェニー、ナポレオヌ・ド・ボアルネは、ブラジル皇帝ペドロ一世の二度目の皇后。ポルトガル語名は、アメリアでレウシテンベルグ、または、アメリアでベアワールナイス。ロイヒテンベルク公、ウジェーヌ・ド・ボアルネとバイエルン王女、アウグステの三女として、ミラノで生まれた。ドーボアネに、スウェーデン王妃ジョゼフィーヌがいる。1829年。 アニアウグストに伴われて、ブラジルへ来訪し、ペドロと結婚した。ペドロは、アメリーの美しさに満足し、結婚を祝して、定律バラ勲章を設立した。1831年4月に、ペドロが定位を、長男ペドロダールカンタラに譲り、アメリーを伴い、ポルトガルへ帰国する。王位を戦勝する実定ミゲルとの戦いを制し、マリア二世の名のもとに、 ブラガンサコークライト摂政の座を奪い返した。ペドロが1834年の終わりに休止すると、アメリーは、事前活動と、一人娘、マリア・アメリアの養育に専念した。しかし、マリア・アメリアは、母親より先立って、肺結核で創生した。アメリーは、リスボンで亡くなり、サンビセンテでフォーラ修道院の王家の墓所に葬られた。遺体は1982年に、 ブラジルのペトロポリス大聖堂に改装された、ブラジル皇后アメリア、ありがとうございます。